こんにちは。ジャパニーズデイリーライフポッドキャストのあつしです。このポッドキャストは日本語を楽しく勉強している皆さんに向けたポッドキャストです。僕の日常生活の話を聞くことで日本語のリスニングを良くしたり新しい言葉を知ってもらえたらいいなと思います。はい、それではですね、僕と妻は今週からです。トルコに来ています。はい、その話をします。今日のトルコ、イスタンブールの気温は14度ですね。涼しいというより少し寒いですね。はい。今日でトルコに来て5日目ですね。はい。感触はいいです。はい。この感触は普通触った時の感じを言いますね。こうタッチというか、触った時の感じを言います。で、この今の文章で使っている感触はいいですは、ここに来て、好きなものがあるとか、嫌なことが少ないとか、生活できそうな気がするみたいな意味で使ってます。はい。とてもいい感じということですね。はい。景色とか人とか食べ物、物価など、生活するのにとても良いと思います。はい。これは人によると思うんですけど、僕にとってはすごくいいなと思います。はい。このことはまた少しずつ話しますね。はい。嫌だなと感じることは、タバコがどこでも吸えることと、そのタバコをどこでも捨てることですね。はい。他の人のタバコの煙、これは日本語で副流煙というんですけど、それが多いですね。はい。これは間違いなく日本より多いと思います。はい。本題ですね。はい。僕たちはイスタンブールには3ヶ月ぐらいいる予定です。それで今の場所には1ヶ月滞在します。はい。ですので、生活を整えることが必要です。この生活を整えるとは、毎日ここに住むために必要なものを買ったり、部屋の中を整理したり、ルーティンを決めることですね。はい。これは具体的には、僕たちは食事に必要なオリーブオイルや米を買いました。はい。調味料はね、とりあえず塩だけ買いました。それから部屋にチェストと棚があるので、日常的に、まあ、毎日とか、まあ2、3日に1回とか使うものだけスーツケースから出して入れました。ルーティーンは日本に住んでいた時と似ていますが、起きたら歩くか走る。それで帰ってきたらトレーニングをしてシャワーを浴びます。で、その後朝ごはんを食べて日本語のレッスンをします。はい。いろんなことが決まると気持ちが落ち着きますね。はい。安心しますね。はい。僕は毎日同じようなリズムでこう生活すること、生きることを大切にしたいなと思います。はい。ということで。今日はこれで終わります。今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。